皆さんこんにちは。豊島情報スクエアのお時間です。今日のお天気は曇り時々雨の予報です。最高気温は27度。それでは今日も番組スタートでーす。皆さんこんにちは。7月22日月曜日の豊島情報スクエアの時間です。この番組は火曜日と水曜日を除く毎日11時からの生放送でお届けしている豊島区の広報番組です。区役所本庁舎1階の豊島テレビエコミューゼタウンスタジオから生放送でお届けしています。さあ、それでは今日も番組スタートしていきましょう。今日は8月3日から9月14日まで豊島区立郷土資料館で開催される企画展、暗がりから池袋を覗くミステリー作家が見た風景についてご紹介していきたいと思います。それではゲストご紹介しましょう。こちらのお二方にお越しいただきました。豊島区文化デザイン科ミュージアム開設準備学芸グループから西方ゆりえさん、そして佐伯桃子さんにお越しいただきました。よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。はい、ということで今日はですね、8月3日から開催されます、企画展暗がりから池袋を覗くミステリー作家が見た風景ということで、どんな企画展なのかお二人にご紹介をしていただきたいと思います。まずはこの企画展の概要について西方さんお願いします。はい、豊島区ゆかりのミステリー作家の方たちのエッセイから、池袋や雑司ヶ谷界隈の風景の移り変わりっていうのを探っていく展示です。はい、はい、期間が8月の3日から9月の14日までということなんですが、もっと具体的に言うとどんなミステリー作家さんが、名を連ねているんでしょうか。はい、まずは江戸川乱歩先生、はい、あと大下うだる先生と、飛鳥隆先生、はい、淡坂妻夫先生、この4人の方が豊島区に住んでいたゆかりのある作家の方たちなんですが、はい、あともう一方、雑司ヶ谷を舞台にした産めの夏という作品を書いた京極夏彦先生、はい、この5人の作家を取り上げた展示です。はい、そうなんですね。皆さんがね、池袋に住んでたっていうところがすごく、意外、ま、ちょっと私勉強不足で存じ上げないお名前の方もいらっしゃったんですけれども、また深く掘り下げて知ることができる貴重な企画展となっています。では展示内容についてもですね、伺っていきたいと思うんですが、どんな内容になっているんでしょうか。はい、そうですね、今お話しした、乱歩先生、宇田る先生、はい、飛鳥先生、淡坂先生のまず4人の作家の先生の自筆原稿ですとか、はい、あと原稿を書くときに使っていた創作ノートとか、はい、あとはもうちょっとプライベートな部分で、はい、日常で使われていたものとかアルバムとかですね、そういったものとか、あと初版本とか、はい、あとは京極先生には今回特別に展示に合わせて色紙を書いていただいたので、うん、その色紙とあと産めの夏の書籍など、そういったものを展示します。はい、本当に貴重な数々が揃うというお話だったんですが、だいたい点数にして展示点数何点ぐらいあるんでしょうか。だいたい120点ぐらいですね。おお、学芸員の皆さん一生懸命集めて選んで展示を行っているんですね。はい、はい、さあ、この企画展特に注目すべきところもあるということなんですが、佐伯さん、これはどういったところでしょうか。そうですね、まず豊島区でミステリー作家さんを扱う企画展が多分初めてなのではないかっていうところがまず一つと、はい、あとはやっぱり今回展示のために、うん、作家のご本人とあとはご家族の方からたくさんの資料をお貸しいただいて展示を作っていますで、はい、特に豊島での暮らしが分かるようなアルバムですとか、はい、そういった生活資料もたくさん展示しますので、そちらはかなり見応えのある展示になっているんじゃないかというふうに思っています。はい、今お話があったご家族からアルバムを借りてきた、そうですね、ということなんですね。郷土資料館で所蔵している
ものではなくて、今回ご家族からちょっと気になるところがいっぱいあるんですけれども、実際にお借りして中ご覧になって、なんかどうでしたか、印象というのは。そうですね、もう作家の皆さんが、あ、こんなにお父さんをやってるっていうのはちょっとおかしいですけど、お父さんっていう感じで映っているのをもう本当に初めて拝見したので、はい、あ、お家ではこういう方だったんだな、池袋でこういうふうにご家族と一緒に、まあ、休日楽しんでらしたんだなっていうのが、こう初めて見て、かなりこう、まあ、興味深いと言いますか、まあ、皆さんにも見ていただきたいなっていうふうに思いましたね。また普通の作家さんではなく、ミステリー作家さんがお父さんをされてるっていうところも、ちょっとね、まあ、ざっくりと抱くイメージとはかけ離れているものがあるかもしれないですね。そうですね、作品から受ける印象とはかなりギャップのある姿を皆さん映されておりますので、そちらを注目していただければと思っています。はい、そしてなんか懐かしい風景もいろいろ出てきそうですよね。そうですね、当時開店したばっかりのこう、はい、池袋を代表する百貨店の屋上遊園地なんかでこう休日にお子さんと一緒に遊んでらっしゃる写真なんかもたくさんありますので、はい、かなりこう、もしかしたら私もここで遊んだわっていう方とかもいらっしゃるかなというふうに、はい、思います。はい、いや、いいですね。また学芸員さんの目線でそういったものをお話しいただくのはすごい印象に残ってまいりました。はい、学芸員さんとしてですね、この企画展に携わっていらっしゃるわけなんですが、新たな発見っていうことなんかもありましたか、実際に準備をしていく中で。そうですね、やっぱり今話したように、はい、作品よりもエッセイ、あともうちょっとこうプライベートよりのアルバムとかそういった資料から見ることで、やっぱりちょっとこうもうちょっとリアルな生活の部分といいますか、まあ、特に戦争中とか、あとまあ戦後すぐの頃とか昭和30年代ぐらいのどんどんこう大きく時代が変化していくような中で、作家さんたちがどんな風に、まあ、池袋の街とか時代を見てたのかっていうのがすごくリアルに伝わってくる、はい、そういう新しい発見はあったので、ぜひいらっしゃる方にもそういうところを注目して見ていただきたいですね。佐伯さんは何か発見はありましたか。そうですね、やっぱりこう池袋で写された、まあ、池袋ですとか、まあ、豊島区内で写された写真なんかがかなりたくさん展示しますので、まあ、今の池袋とどういう風に違うのかっていうところをちょっと着目しながら見ていただくとかなり面白いんじゃないかなっていう風に思います。実際に風景なんかで驚くことなんかはありましたか。あ、そうですね、特にこう、ま、江戸川乱歩が池袋に越してくる前の風景なんかは、はい、本当に今の池袋とは全然違くて、もうとにかく静かで、こう何もない場所、原っぱと畑と少しだけお家があるよっていうのを、ま、乱歩もエッセイに書いていますし、はい、ま、その時期にこう何人か池袋に越してくる作家さんがいるんですけれども、みんなこう口を揃えて寂しい風景が広がってるっていう風に書いているので、はい、ま、かなり今の池袋とは違う姿を作家の言葉からご覧いただけるかなっていうふうに思います。それちょっと意外なんですけど、ミステリー作家さんだからこそちょっとなんていうんですかね、ダークな部分が見たくて池袋に引っ越してこられたのかなっていうイメージ勝手に抱いてたんですけど、そうではないんですね。そうですね、そうですね、やっぱりちょっと特に乱歩先生なんかはこう車の騒音がすごいうるさかったところから静かな場所を求めて池袋に来ているので、はい、ちょっと今の池袋の街の印象とは全然違うんじゃないかなと思うんですよね。はい、ちょっとそんなところもね、写真も合わせて作品も合わせて見ていきたいところですよね。はい、今江戸川乱歩先生のお名前が出てきたんですけど、なぜ今江戸川乱歩だったのか、このあたりも西方さんご案内をお願いします。今江戸川乱歩先生が池袋に昭和9年に来たってお話ししたんですが、はい、実はその後亡くなるまで約30年間ぐらい池袋にずっと住まわれていたんですね。そうなんですね、はい、でも実はちょっと私たちもこうお話をしていて、はい、この区民の方とか、まあ、区外の方もその豊島区に池袋に乱歩がいたっていうことを知らない方も
もしかしたら結構いらっしゃるんじゃないかなと思いまして、はい、ぜひ今回の展示をきっかけにしてこれだけのミステリー作家がこの町に集まっていたんだっていうことをちょっと知っていただく機会になればなというふうに思って企画しました、はい、では実際にですねここからは、展示企画展についてですね4つに分けられている構成についても詳しくお話を伺っていきたいと思います。まず1つ目がですね序章からですね、ここの解説は西方さんに、はいはい、お願いいたします。まず 序章が乱歩全史ということで、はい、昭和9年に乱歩が池袋に来るそれ以前の池袋の風景っていうのを、はい、まあ、写真を中心に紹介をしていきます、はいはい、続いて第1章が乱歩池袋へということで、はい、いよいよ、はい、乱歩がついに池袋に来るんですけれども、はい、まあ、昭和9年に、まあ、6月の末頃から7月の頭ぐらい、まあ今より少し前ぐらいの時期ですかね、はい、に来たっていうことになっているんですけれども、はい、実はこの乱歩と、ま、双璧を成していたミステリー作家の大下うだるっていう人物が大体同じぐらいの日に池袋に越してきたようだっていうことが分かっていまして、はい、で、まあ、こう池袋の駅を挟んで西側に乱歩、東側にうだるが住んでいました。で、まあ、彼らが来た当時から戦争が終わるぐらいまでの池袋の街をこの第1章では紹介いたします。はい、はい、さっきもお話があった何もなくってっていうところに、まあ、偶然そのミステリー作家の2人が越してくるというなんか運命を感じるようなねお話ですけれども、そのあたりが第1章で描かれている、はい、続いて第2章街に生きるということで、これはどういう内容になってるんでしょうか。はい、これはもう戦争が終わってすぐぐらいの頃、池袋に闇市があった頃のあたりなんですが、はい、あの雑司ヶ谷を舞台にした京極先生の梅の夏という作品には池袋の闇市の様子の描写が出てくるんですね、はい、そういった文章とかあと飛鳥先生や和坂先生のエッセイなどから、まあ、戦争が終わってすぐぐらいから高度経済成長が始まるぐらいまでの池袋の様子っていうのを、紹介していく章になっています。あと乱歩先生が日本探偵作家クラブという作家たちの集まり会を立ち上げるんですが、はい、そういったことの紹介ですとか、まあ、乱歩先生、うだる先生が亡くなるぐらいまでというのをこの2章で取り上げていきます、はい、さあそして最後ですね大都市へということで、はいはい、結びになってくるわけなんですね。そうですね、ここまでのこう池袋の街の移り変わりと、まあ、作家さんたちの言葉からそういったものを見て一番最後に、まあ、現代へというふうにこう持っていきまして、まあ、有名な石平さんの池袋ウエストゲートパークを中心にパネルで、はい、展示をするんですけれども、うん、現代の池袋の姿を見ていくコーナーになっています。で一番最後にはこの展示の中心となっている江戸川乱歩先生の一番有名な「写しようは夢、夜の夢こそ誠」という言葉の色紙を展示してこの展示を、まあ、終わりにするというコーナーになっています。はい、ありがとうございます。一番最後ちょっとテロップが間違ってたみたいですいませんでした、正しくは大都市へということで結びに、収章になっているわけなんですね、はいはい、まあ、実際に準備をされてきたお二人ですので驚いたこととかってありました？実際にこの企画を立てる中で。そうですね、やっぱりこれだけその作家の方たちのやっぱり作品には今までも結構私たちも読んで注目してきたつもりではいたんですけど、まあ、エッセイとかその日常の様子っていうのからこれだけのこう言葉っていうのが浮かび上がってくるんだなっていうのはやっぱりすごく展示の準備をしていて驚いたところですね、はい、そうですよね。そして、今写真とかパネルで展示がいろいろあるという話もあったんですけれども、企画展では江戸川乱歩さんのお孫さんのインタビュー映像も今回展示されるということで、貴重な資料になっているわけですね。はい、そうですね、これは以前豊島区で
収録をした、お孫さんの平井健太郎さんのインタビュー映像っていうのを、今回せっかくミステリーの江戸川乱歩先生扱う展示なので、展示に合わせて、少し編集をして、展示の中でこう流していきます。ミステリー作家の江戸川乱歩さんのお孫さんがおじいちゃんのことについて話すっていうのはね、なんか違う一面が垣間見えそうですよね、佐伯さん。そうですね、特に印象的な、このインタビューで印象的なのは、乱歩先生がこう健太郎さん の学校の宿題を、少し手伝っていたというかそれは違うんじゃないのっていうのを、教えてくれたりしたっていうエピソードが結構印象的で、乱歩もお家ではちゃんとおじいちゃんだったんだなっていうのがよくわかる面白いエピソードになっています。はい、ぜひ皆さん貴重な資料も足を運んでいただいてご覧いただければと思います。その他ですね、オリジナルグッズも今回ご用意されているということで、見ていきましょうか。今回手ぬぐいと缶バッジを制作しているんですけれども、特にこちらの今広げております手ぬぐいは、今回展示で取り上げている5人の作家さんの落款を、手ぬぐいにプリントした、もう当家オリジナルのもう初めてのグッズとなっております。ここでしか買えない貴重なグッズですので、ご来館の記念にお手に取っていただければと思います。でもう一つ手ぬぐいがございまして、こちらは乱歩の有名な言葉、うつしおは夢、夜の夢こそまことという言葉を、プリントした手ぬぐいになっております。こちら2種類夏の企画展に合わせてどうぞお手に取っていただけると嬉しいです。はい、ね、素敵ですね。その他缶バッジはそれぞれの作家さんの、印象的な、文章がですね記載されている、こんな缶バッジもご用意しているということです。さあ、いろいろとお話を伺ってきましたが、この企画展、暗がりから池袋を除くミステリー作家が見た風景以外にも8月にはイベントが開催されるということなんですが、このあたりは西方さんご紹介いただけますか。はい、先ほどお話しした京極夏彦先生に、実は今回講演をお願いしておりまして、8月10日の土曜日の、午後2時から3時30分まで、産めの夏のお話などを中心にミステリー、日本のミステリーの話をしていただくんですが、実はちょっとこちらは残念ながらもう事前の申し込みが終了しておりまして、多数のお申し込みをいただいたので、もう、締め切ってしまっています。その代わりといってはなんですが、別の見学会のご案内を佐伯さんお願いします。8月の23日 と、9月の11日に立教大学江戸川乱歩記念大衆文化記念、大衆文化研究センターさんで、旧江戸川乱歩邸、乱歩が暮らしていたお家を見ながら解説を聞くという見学会と、あと10日 の企画展を解説付きで見学するという2つの館を回る見学会を企画しています。でこちらの見学会2つ参加していただきますと、郷土資料館の企画展示室の方で記念品を、お渡しいたしますので、よろしければ皆様2回ずつお聞きいただけたらと思っております。お二人も解説しているそうです。ではですね、もう時間も残り少なくなってきました。改めて視聴者の皆さんに PR メッセージお願いできればと思います。まずは西方さんからお願いします。今回これだけのミステリー作家の方たちが集まる展示っていうのは本当になかなかない機会かと思います。ぜひこの夏は池袋でミステリー作家の方たちの言葉に浸っていただければと思います。ご来館お待ちしております。ありがとうございます。それでは続いて佐伯さん。はい、作家さんの言葉と、あとは貴重な写真資料なんかで、池袋の昔の姿というものが見て取れる展示になっております。展示を見た後にもう一度池袋の街を歩いて、あ、ここがこういう風に変わったんだなっていうことがよくわかる展示になっているかと思いますので、そういった視点も持ってご覧いただけると楽しいかと思います。ご来館お待ちしております。ありがとうございました。本日のゲスト、西方さん、佐伯さんにお話を伺いました。ありがとうございました。ありがとうございました。では次回の生放送は木曜日となります。東アジア文化都市2019豊島パートナーシップ事業です。
それでは今日はこのあたりで失礼します。皆さんさよなら。